皆さんこんにちは、ヨスケヤです。今日はですね、なんと世界選手権でも大活躍、特別ゆかで銀メダル獲得した南一輝選手に来ていただきました。こんにちは、仙台大学南一輝です。よろしくお願いします。お願いします。いつも本当ジムリティにね、ご協力してくださって本当にありがとうございます。ご協力ありがとうございます。意外と Zoom とかでね、なんか直接話したりとか初めてだと思うんですけど、はい、はい、それこそ南くんの床が強い秘訣だったりだとか、まあ僕もだし、周りの選手らとかこれを見てくれる人たちがなんか床を上手くなるきっかけになるような Zoom になればいいと思ってます。はい、あんまり人に教えたことないなんか秘密のトレーニングとかないの？床とか秘密のトレーニング、まあ、ひねりでも、はい、回転系でもいいし、またなんかその筋肉強くする練習とか、はい、まあその分野は何でもいいんだけど、はい、そうですね、自分が前っていうか、まあ、最近あんまりできてないんですけど、高校の時とか体育館に人が少ない時とかはトランポリンのところにマット積んでやる練習をして、下地とか硬いマット引いて、そのトランポリンで着地止めだったりとか、なるほど、そういう感じでやってましたね。そうだよね、昔ね映像見たことあるんですよ、はい、でタントラがさこうあったりとかしてさ、はい、普通だいたいこんぐらいじゃん、はい、マットが、はい、こんぐらいちょっと枠から出ちゃってるけど、本当にこんぐらいさ、はい、タントラでしてるさ、身長と同じっていうか身長ちょっと低いぐらいでやってたりとか、本当になんでこんなマット積んでんのっていうさ、ね、はい、レベルで小さ高くしてて、はいはい、すげえなと思ったまで。ということでね、早速南選手から昔の極秘の練習法の動画をねいただきましたので出るんですけど、やばくないですか？これおかしいよね、このマットの高さ。ルドルフですよこれやってんの。こっちはリジョンソンですね。ちょっとマットの高さはね毎回ちょっと違うようですけど、やばいですよね。普通の高さでもやるの難しい技をこんなマット積んでやってるのおかしいですよね。あれはそうですね、あれは結構なんていうんですか、自分がどんぐらいでできるかっていうので差し合ったりとか。ああなるほどね。そう、本当の一番最初はあれ、あそこに体育館のマットを置くところがあそこだったんで、もともと置いてあってそのあって、その抜けるのが大変で、あじゃあもうこのままやろうかなっていうので、そのやってて、あ意外とできるなってなってきて、やってるうちにだんだんマットが高くなっていく。なるほどね。最初ただマット出すのめんどくさかっただけだ。はい。そうなんです。でも結局あれをやってるうちに、うん、やっぱりなんか動かし方がなんていうんですかね、なんか余裕が持てるようになってくるんで、なんか結局それがつながったのかなっていうふうに思うし。間違いないよね。はい。にさ、だって他の人がタントラでやるよりもさ、はい。空間なくなるわけじゃん、はい、着地だから。それはい、まさかそのタイダがさ、はい。床、これマジで南くんが本当に床なんか輝き始めたりとか、はい。こういうなんか成功床でさ、はい。になってった、マジであの練習めっちゃ大事だったと思うんだよね。あ、そうですね。自分も今考えてあれが結構大事だなと思って。なんか普通に着地止めをトランポリンでやろうとすると、なんかマットって低いから、うん、なんていうんですか、その分跳ねるわけじゃないですかトランポリンって。だからあんまり完璧に余裕がある状態の着地止めしかできないんですよ。なるほどね。でもそのマットを積むことによって、なんて床に近い形で着地止めをやったりとかもできるって。そうだよね。もう結構あれは大事です。立てないかっていうところの瀬戸際の練習みたいな感じだよね。はい、はい、なるほど。でも結局あれマットのけてやると、その分普通にフラットにした状態だと余裕が出るんで、それはそれの着地止めもまた上手くなったりとか、技に余裕ができてくるんで。なるほど。確かに。なんか跳馬の積み込みみたいな感じですね。そうだよね。そうだでもさ、いやそれすごいのはさ、例えば、はい、跳馬でさロペス飛ぶ人はいるじゃん。はい。でもさ、積み込みの跳馬でさロペス飛ぶ人はいないじゃん。まあまあそうですね。
大体モニター板蹴ってから着手起き上がる練習、はい、みなみくんさ、昔のそのタントラのやつはさ、そこでだって結構技やったりとかしてたよ。そうですね、心理上とかやってた。そうだよね。だから積み込みの積みの跳馬で、はい、ロボットとか赤ピアン飛んでるみたいな感覚だよね、本当に。確かにそうですね。すごいよな、本当に。はい、マジですごいわ。多分あの練習をあんまりやってる人はいないと思います。そうだよね、ちょっと俺やってみるわ。はい、多分。でもまあ片付けとか大変になるんで、あれ。そうだよ、もともとマットがそこに積んである状態が、はい、望ましかったんだから。そうなんですよね。そういう面では結構あれかもしれないです。恵まれてたかもしれない。そうだよな。元からそういう環境だったわけだから。はい。このよしあしもさ、はい。返せばさ、自分の成長にチャンスつなげられることたくさんあるな、正直。はい。はい。先を言い訳にしちゃったんだね。間違いない。そうなんですよね。本日は本当にありがとうございました。はい、また、はい、ありがとうございました。いろいろと聞けたりとか、はい。聞けたら、はい。またよろしくお願いします。僕の床をどうにかしてください。はい、一緒に頑張りましょう。見てくれる人にとっても本当に床の成長、もう見てるだけで成長するぐらいいい床になったんじゃないかなと僕自身は。はい、もしこれ見てあの床が上手くなりましたっていう報告、皆さんコメントにて待ってます。はい、待ってます。それ あとね、もしコメント欄にみなみくんにね、ちょっと相談したいこととかあれば、コメント欄にぜひ載せてください。みなみくんに僕がまた聞いたりとかして、はい、皆さんの魅力向上の手助けもできるかもしれない。はい。お願いします。いや、本当に今日はありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。